皆さんこんにちは。本日はこれをバイクにつけたいと思います。まずは中身の確認から。 Amazon で購入したこれは1799円、シガーソケット USB 電源です。見るからに日本製ではないですね。なんか怪しい文字が。中身を取り出してみましょう。中に入ってる付属品はこんな感じ。缶ジュースやらハンドルにつけるマウントが入ってます。こんな感じで効くのかな。製品の質はそれほど悪くない。いいね。実際にバイクにつける前にテストをしましょう。メインのスイッチを入れて USB の防水カバー開けてみると、電圧計がついてます。シガーソケットの差し込みが青く光ります。この製品を選んだ理由に、2000mAh の USB 電源が2個と電圧計がついてるので選びました。メイン電源スイッチはいらないね。どこ女性の怪しい。これ一応正常に作動しますね。今度はスマホに充電できるかテストするよ。スマホの画面が汚いのはご愛嬌。充電できてます。よしよし。このメインスイッチはいらないね。バイク側はリレー使ってアクセサリー電源から取るから。実は現在バイクには古いのがついてるんです。それはシュガーソケット USB が一つずつのやつがあるんです。なので今回は正確には付け替えです。防水カバーも問題なさそう。本雨の日はバイクには乗らないのですが、出先で雨に降られたりしたら防水カバーは必要ですね。これがもともと付けていたものです。 USB 一つではアクションカメラとスマホ同時には繋げないので今回に至りました。そして今回つけるのは電圧計がついてるので、この場所ではなくハンドルにつけようと思います。では早速ネジをぐるぐる。カバーをパカッとな。レーダー探知機の配線やらごちゃごちゃ。まあカウルで隠れて見えないけどね。古いのと大きさ比べてみた。新しい方がでかいな。だいぶごつい。詳しい配線接続方法はカット。いやいや、そこ大事。ではでは線をカット。パッチンパッチン。ゴミはちゃんと拾いましょう。配線の皮むきするよ。別にこれなくてもよくねー。なくてもいいけど、あれば便利グッズ。ゴミを拾いんの、そこからの。ネジネジ。出ました。電光ペンチ。こやつで木干し端子を圧着。てか、こんな説明いらなくない？いらなくないな。だんまりしちゃうもん。アフレコで肉手入れた方が編集楽かな。わら。
ので、カット。今回はこんな感じで取り付けました。レーダー探知機はマジックテープで取り外し可能です。そうそう、レーダー探知機は Bluetooth でつなげるように改良してあります。電圧計の表示がおかしいけど正常に作動してますよ。最後にスマホをつけた時のイメージがこんな感じ。 USB ケーブルつないでないけどね。